レッサ、報告を。目標を死にしました。ようやくマクシミリアンの尻尾を掴んだの。絶対に捕まえて。任せて。あ、大歓迎みたい。交戦を許可する。ストライクチーム、マクシミリアンの護衛を排除して。ゲストも連れて行くと伝えておけ。こんにちは。あ、逃げられちゃう。ここで見失ったらおしまいよ。私が後を追うわ。わかりました。いい、マクシミリアンは生かしたまま捕らえ、タロンの情報を聞き出すの。私は心配ありませんよ。車もないし、まだ近くにいるよ。油断は禁物よ。嵐はすぐそこまで来てるし、マクシミリアも頭が切れる。あと、あまり町のものは壊さないでくれない？頑張るね。こちらソジョン、マクシミリアンの位置情報を抽出してる。間もなく出せるわ。了解、キャプテン。みんな、行こう。行け。マクシミリアンの位置を特定したわ。ドンラムゴツゴ蒸留所に。被害は最小限に留めてよね。もう始末書だけで今日は徹夜確実よ。ご愁傷様です。レクルタを確認。アーフォーよろしく。ソジョン、マックスの警護予想よりもだいぶ厳しくない？新たなドゥームフィストが現れてからタロンとのつながりがより太くなったようなの。何か関係しているに違いないわ。狙撃手を回避。復兵のいる可能性があります。ダメージブースト鬼にかなわ。まだ来るわ。
ると思う？タロンとは金でつながっているだけです。交渉内容次第では応じる可能性がある。それってつまり口を割るということだ。興味深い。上にいる。とレイネスがそのことで衝突してるわ。ストライクチームはどうなるんです？私たちも終わりってことになりそう。まだまだ。よろしく頼む。
マクシミリアンに逃げられる。みんな急いで、あたりを一掃したら扉を爆破するわよ。タロン部隊が来ます。敵部隊を確認。手を大げさな人たちだ。何が欲しい？言ってみなさい。交渉をしに来たんじゃありません。あなたを連行する。あなたたちの考えは分かってるんですよ。私たちか。果たして本当に理解しているのかな。おかげさまで私も人脈には多少の自信があってね。さあ望みを言ってみたまえ。合わせなさい。おお、して誰と会いたいのかな。友よ、志を持つ者は時として世間より疎まれる。同胞のために立ち上がり突き進む強さ、実に結構だが、向かう先は破滅。しかしタロン特命はその限りではない。面白い。